ウランバートル、モンゴルです。おお、はい、オッケー。おお、すごい。初回は980円で。こんにちは、松本でございます。ジャスパーです。ジャスパーペロペロです。ジャスパー星ペロペロです。そう、ジャスパー星ペロペロ。ペロペロ A、ペロペロ A です。もうここテロップはもうジャスパー星ペロペロ。よろしくお願いします。解明しましたから、ジャスパーペロペロになりました。早いな、サイクルが。しばらくジャスパーペロペロ。ああ、わかりました。はい。フランバートル、モンゴルです。あ、そうそうそう、モンゴルになりましたから、名前が。みんな変わりすぎる。チョコリじゃなくて、ちょっと北の方に。初見さんパニックですよ。モンゴルです。モンゴルです。見るたび名前が違う、この人たち。そして、鉄人です。はい、生体に大鉄も大野です。はい、よろしくお願いします。お願いします。大鉄と読むそうです。はい、大鉄です。大きいに鉄と書いて、大鉄ではないです。はい、大野さんが鉄人28号が好きな略ですね。そうでもないですけど。そうでもないそうです。鉄人28号は知ってますよね。僕も1号から見てるんで。ちょっと待って、オーシャンズと同じパターンが始まりました、これもしかして。え、じゃあ仮面ライダーは、あ、まあ1号、7号です、1号、はい、2号、V3、はい、まあ順番ですね。僕1号から知ってます。鉄人1号から。鉄人1号。じゃあモンゴルお願いします。はい、わかりました。お願いします。お願いします。お願いします。ガロー。松尾太道中期。首の姿勢と肩の状態が怒り型のような感じでちょっと盛り上がってるんで、姿勢の改善っていうところもちょっとした方がいいかなと思いますけど、症状的にどうですか？何か上が向けないです。どこまで向けるんですか？ちょっと横から行きましょうか。正面。向けました。これここ。え、これが限界なんですか？はい、もう詰まってます。ガッツだぜ、ジャケットぐらい。どこら辺がきついんですか？ここでもうなんか突っ張ってますね。ここになんかもう、あ、挟まってる、肉が挟まってるというか、なんか肉がロックされてるような感じします。壁と天井の間のあの角、あ、角の角の左右とかってどうなんですかね？左右も変わらん、左右変わらんです。変わらんですね。左も、こっちも、左の方がこっちも行きます。向きやすい、右の方が向きにくい状態で、なんか左の方とかが詰まる感じですか？なんか分かんないです。腰の方とか足の方とかは大丈夫です。立ってても全然大丈夫そうです。はい、あ、了解しました。じゃあ骨盤から上の方の上半身にかけての施術をメインでちょっとやっていこうかなと思いますので、はい、うつ伏せで、はい、はい、これコマソンナンバーワン。コマソンナンバーワンですね。こうだ。あれこれぐらいのガッツじゃん。いや、マジすごいね。失礼します。うん。ちょっとまずパーカスを失礼していきます。パーカー。パーカー。はい。パーカー。わ、すごいすごいすごい。じゃあ失礼します。はい。あ、ガチガチですね。肩甲骨周りガチガチですね。なんか股関節とかなんか詰まる感じとかって日頃ありますか？詰まる感じが分かんないですね。あんまりなさそうですね、そしたら。そうですね。ちょっとじゃあやっていきましょう。あ、綺麗に畳んで。ありがとう。ああ、そういう設定。そういう設定だったんですね。モンゴルとして生まれ変わった。オレンジの戦士。オレンジの戦士。バトルコサックみたいな。バトルコサック。バトルフィーバー J のバトルフィーバー J でもさ、変身じゃなくてさ、最初任命された時みんなスーツとヘルメットが置いてあったりだったね。そう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 、並べてね。そうそう、着替える設定だよね、うん、あの人たちね。そうそうそう、着替えるという設定だよね。着替える、そうなんですよ。着替えてよくないじゃん。戦闘服感じですかね。気持ちいいですか？あ、ああ、いいです。あ、よう、よう、あったんですよ。いやいや、完璧じゃない、完璧じゃないですか、完璧じゃないか、これ。松尾太道中期。ここがだいぶガチガチになりすぎてますね。肩が万歳とかしづらいですね、絶対。しづらいです。ですよね。なんか肩甲骨がしっかりまず動いてくれないと肩が上に上がってくれないので。ウルフルスつながり。なるほど。それで万歳。あ、万歳。なるほど。あ、万歳。ウルフルス。体がウルフルスのベストアルバムみたいになった。そういうパターンなんですか？曲名が全部入ってない。全部入ってどっかに。あ、でも長谷さんはそんなになんか肩がガチガチな感じではないですね。背中ですね、一番。あ、背中なの。はい、そうですね、肩甲骨周辺のところですね、一番。足もね、ダックフットやもんね。あ、ダックフットやもんね。ダックフットピターッとしてもね、そうですね、そっくりですよね。コスプレです。足
気持ちいいですね。開いた気持ちいいですか。いいですね。ところどころでもしかしたらちょっと痛いところを触っていくかもしれませんので、そこだけわかりました。はい、大野先生はずっとこっちですか。ずっとこっちに神戸市で住んでるんですけど、一時20代前半の頃は大阪で一人暮らしして、うん、で接骨院で勤めてました。ああ、なるほど。はい。でそこから独立してこちらに戻ってお一人で。あ、そうですね。もう開業して5年目に入りました、はい、ああ、そうか、5年目。まだ一緒じゃない。あ、6年目。6年目です。僕が黙ってる時は大体カットになるんですよ。松尾田道中。めっちゃ固まったんやろね。押すたびにね、足が浮いてたのさっき。あ、ほらほらほら。あ、浮いてる浮いてる今足が。経絡がある。こっち無事。こっち無事ね。こっちが痛い。あ、こっちが痛いですね。いや。ああ。繋がってるんですよね、だってね、反射点がね、ありますもんね。はい、その反射点ありますよ。反射点ありますもんね。足が一番いいね。縦の糸は良かったですか。足が浮きよる。足が浮きよる。えらい浮きよる。でも結構すごいガチガチです。肩が？肩がですか。痛いです。斜めだった。うわ、すげえ斜め。本当だ。すごい斜め。いや、そう、足どうした？うん、足は、これが名古屋名物エビフリア。あ、エビフリア。エビフリア。これエビフリア。確かに。なるほど。このまま上がっていったらもうツインテール。あ、ツインテール。やっぱ左の肩の方が結構痛がってますね、やっぱり。それだけこっちの方が悪いってことですけど、多分こっち下にして寝てることとかってありますか。あ、こっち下にして寝てます。ああ、となると多分一番体重が乗っかりやすい部分で圧迫されるので、多分左の股関節とかも少しなんか硬さが出やすいんじゃないかなと。さっき左足の膝を直された時でも結構痛そうでしたもんね。痛いね。水の方がちょっと硬いですね。枕ちょっと低いんですか。人間前回。あ、枕低い。ああ。枕が低かったら結構首をなんか右にかしげて横向いて寝ていらっしゃる方とかだったら、反対側の首とかがすごいこの筋肉が緊張しやすくなっちゃうから、この辺もすごく硬くなっちゃってますね、やっぱり。ああ、もうこれはもうボロですね。ボロ。ボロ。体としてはもうボロですか。ボロ。修羅族に出てきました。お前はただのボロじゃなかったな。ここ。ああ。ここです。ああ、そんな奥ですか。ああ。背中の方のツボです。ああ。で、ちょっと肩甲骨の表面的にここだけ。いや。いや。なんか皮膚の動きがやっぱちょっと悪いですね。食べ過ぎですね。食べ過ぎですか。食べ過ぎ。そうやろ。やめろっていうのにもう止めん、止まらない。そうですね。食うは飲むわ。うん。とだけです。うちにやっぱ入ってきた時、大食いって言って入ってきたけどね。そうですね。大食いですか。僕大食いですって言って入ってきた。そうなんです。大食いだと思っても、大食いってどれぐらいのあれですか。ご飯何杯分とかですか。牛丼の波がちょっと多い。牛丼ダメだ。大盛りじゃなくて。夏でしょ。夏。何言ってんのってなるでしょ。そうそうそう。右は増してて、右は増して、左やばいです。あ、左やばいです。ああ、なんかこの形。ロード・オブ・ザ・リングに出てましたよね。いいえ。すげえこれ。ちょっと指入りにくいですね。全然入んないですね。入らないです。入らないですね。それよかったらズブズブっと入るんですか。そうですね。柔らかい人でしたらもう親指僕隠れるぐらいまででしたらもう全然入る人は多いですけど、でもチョークさんなんか固まりすぎてますもんね。特に左は。そうかそう。完全に被ったんですね。そうですか。これ以外のこれバイクですか。関東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 。ちょっとね、排他的な肩甲骨だったら、ね。はい、いやもう完全にブロックしそう。排他的なの。ああ。これは何が原因でこうなるんですか。左側の方にその下にして横向きで寝ている姿勢が続く人とかでしたら、
結構体重乗っかりやすくて、うん、ああはいはい、で自分の体重にそして重力に影響されるともう圧迫されちゃうので筋肉がもう周りが周辺がもう寝てる間でも緊張取れないんです。ああなるほど。なのでそれでずっと筋肉が寝ているのに硬いという、だからこんな排他的なんですね。排他的ですね。結構もう排他的経済水域です。経済水域久しぶりに言うたんだ。排他的経済水域で、はい、じゃあ戻してもらって OK です。一人排他的、まあ、そこは排他的経済水域エリアじゃないってことですよね、はい、そこのエリアはちょっと分かんない、はい、義務教育受けてないの。体を柔らかくすることとか、なんか体操とか運動とかされてたらまだマシなんですけど、朝起きて体操しちゃったらもうジジイですもん。素振りしたらいいよ毎日。ダメなの素振りじゃ。素振りして肩甲骨動かしたらダメなんですか。そうね、素振りしたらいい。それが一番良くないですか。そうですね、それいいですね。松尾田道中みちょとか飲んでもいいですか毎日。え、毎日みちょ飲むと。みちょってみちょって言っちゃうんですか。北九弁。違う、初めて聞いた。違う、みちょ。北九州でみちょって言っちゃう。いや、みちゃみたいな、その、うん、みちゃみたいになるじゃないですか。ね、みちゃって何だろう。みちゃって何だろう。みちゃ、見ろ、見ろよっていう意味。みちゃ。あ、みろのことみちゃって言う。みちゃ、みちゃ。おい、みちゃ。あちゃんと小さい頃は飲みよったけど、ね、まあ、ミロは飲んでました。いや、ミロってミチャって言うんやん。美味しくって強くなるやん。美味しくて強くなる。ミチャ、ミチャ強い子のミチャ、うん、いや、違う、ミロのことはそうじゃない、そうじゃない。あ、そういう意味やん。そういうことか、違うやん。え、でもミロのことミチャって言う。いや、はい、九州ではネーミングがあるんだ。いや、違う、知らないとね。いや、知らなかったですね。フックですよ、フック。あ、チョコレートやね。あれをミチャっていうの。違う、ミチャ、いろんな商品名になってる。ミチャ、ルックチョコレートってあったね。フルーツの4種類、はい、入ってる、入ってる。あれを見ちゃって言う。なるほど、あれをそれは見ちゃじゃないんだからね。温度先生、なんとかしてください。見ちゃぶりはちょっと見ちゃぶり見ちゃぶり、あ、見ちゃぶり、なんかすごい変わった感じだよね。オスのことなんて言ってるんだろう。みちょ、みちょ、みちょ、みちょって言うんだよ。あ、このオスのことだったじゃない、みちょ、みちょはみちょですね。商品、商品、うん、変わってますね。あんま言わないですけど、商品名のところとか全部カットしてる、はい、ああ、商品名、いやいや、そんな商品ではみちょっていう意味なんで、もう、うまく編集してる。二階堂が変なこと言い出したシリーズじゃないですか、それ完全に。今のカット、あ、今のカット、うわぁ、オンズ、これが闇ですよ。これ闇ですかね。これが YouTube、 この体が見ろ。いやー、撮ってた。闇もダメだ。いや、闇を生み出すよ。松尾田道中上向きに、そしたらちょっと体勢をまっすぐ、まっすぐやるねえよ。まっすぐじゃないよ。まっすぐ歪みまくりです。いや、浦野さんのこれがまっすぐ、うん、チョコリさん、笑った顔がプクリポみたい。目細いからです、うん。頑張れ。はい、頑張れ。あれ、その目閉じとっていいよ。はい、おお一条死んじゃう。どういうことですか。そこで一度カイジ沼編見てください。犯罪しましょう。あ、これやばいですね。もう右の筋肉痛いですね。そこで右のどこの筋肉が痛いの。右の本当に説明不足ができそうですね。思いません、はい、今右の筋肉って言ったら右のどこの筋肉かわからんもんね。何筋っていうかわかんないですけど、なんか、いや、どんな筋とかあるの。こぶ、力こぶのとこです。ちょっと痛いですよ。腕ね、腕っていうかね、腕の筋肉、右の腕の筋肉って言ったらいいや。はい、ここちょっと右の、あ、ここ左も、あ、これ両方痛い。右の腕の筋肉って言ったらいいやん。右の腕の筋肉、ね、痛い、痛くない、痛いですよ。両脇痛くない、痛くない、痛くない。両脇のなんか筋筋肉あ、ここすごい。右の痛いですね、これ右ですね。痛くない、ちょっと痛みを足から柔らけ、痛くない。右太もも痛いです。痛くない、すねが痛いです。別の衝撃です。痛くない、防ごうとしだした。カットしだした。OK、 一社休憩しましょう。はい、深呼吸しましょう、一回。
全然肺の方とか動いてないですね。本当だ。本当ですね。胸が膨らまないですね。お腹ばっかりで。ですね。背中がやっぱ固まってるからでしょうね。これは。ちょっとじゃあ矯正をしていきましょう。よっしゃ。はい。そしたら。はい。大きく吸って。吐いて。OK です。おお。OK。はい。一回休憩です。はい。おお。来ました。来ました。右足の爪が痛いです。お前びっくりするぐらいブスやな。近くで見た。ちょっと待って。近くで見た。めちゃめちゃブスな。あいつで松岡カメラって入れてもらった。いや、あ、これ痛いですね。これすごい。これやばいですね。どっちの方が痛いですか、ね。両方痛いです。両方。もう分かんないです。もう分かんない。上の方の関節がちょっとずるってるというか筋肉固まっちゃってるから、そこが多分おそらく天井を向きにくくなってる要因ですね。ここ。じゃあ、ちょっとです、はい。ちょっと調整していきましょうか。はい、行きまーす。セーブ。はい、オッケー。ソフトな。ソフトですね。行ってきます。よいしょ。はい、じゃあ今度は左の方。あ、こっちです。じゃあこれちょっとサムネ撮りますね。あー、いいね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 、もうかかとの位置おかしいやろね。いや、ほんとだ。なんでこんなところにかかとがあるの。もう、横にかかとがある。いや、その、ちょっと待って、チョコリさんさ、はい、その状態から、足元見てみてください、はい、いや、震えすぎやろ。震えすぎ。マッサージ機に。めちゃめちゃ震える。え、なんでそんなに震える。腹筋でしょ。マッサージチェアのおっちゃんや。腹筋が大変で震えるんでしょ。腹筋がやっぱ重くなりましたね。顔も。もともとの筋力がですね、異常に弱いんですよ、チョコリさんって。あ、そうなんですね。筋力も持久力も。走る時もちょっとなんかあれでしたね。ちょっと遅かったですね。あ、そうですね。セミナーいやーって言いますね。言いますね。じゃあ行きまーす。楽に行きまーす。もう一瞬で行きますね。せー、はい、OK。 おー、ポキッてましたね。なんかいい音。全然違いますね。今ちょっと硬さがあるぐらいですけど、さっきと全然違います。全然違います。あ、さっきは結構激痛でした。あ、OK です。どんな感じになる。おお、すごい。わかりました。いいですね。おっと。あ、すげえ。胸がなんか開きやすくなった感じしますね、ちょっとね。そうですね、胸が。まあ、下向けた。うん。あ、おお、すげえ。おお。やった。左右振り向く動きとか。はい。どうですか。お、もう行くようになりましたね。おお。右がすごい行くようになりましたね。最初右の方が行かなかったのに。行きますね。上も左右も行けますね。大丈夫そう。詰まる感じも大丈夫ですか。はい。なくなりました。ここまでだったのが。よかったです。松尾道中記。ありがとうございました。ありがとうございました。ました。めちゃめちゃ上がるようになりました。よかったです。はい。でもそれ続けてあげた方がいいので、ちょっと頑張りましょう。素振りですね。素振りですね。肩甲骨動かすことから。そうですね。自然で素振りで。素振りよね。なんかシナビ持ってなかったらちゃんと見える。そうで、いやーって。いやー。怖いですね。めー。そうそうそう。そうですね。鉄って冷たいイメージがありますが、大鉄さんはすごく温かい場所でした。松尾田道中記を見たで何かサービスがあるそうです。はい。
松田道中記を見たとおっしゃっていただいた方だけに初回は980円で施術をさせていただきます。ありがとうございます。普段はいくらですか？普段は5500円で。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。3980円でいいですね。いいですね、来やすいですね、うん、今日の簿記をやってもらえるんでしょ。そうです、松岡コースということで。おお、勝手に松岡コースのパターン。あの、初めてのパターン。やってることは一緒なのに松岡コースっていう名前にして。よくわからない。あ、いいじゃないですか。じゃあもう松岡コースと言われたら動画見た人ですから。はい。よろしくお願いします。お願いします。説明欄にチャンネル登録貼っておきますんで見ていってください。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。お前グッバイ。でもね、お前寝方がね、はい、こいつ枕2個ぐらい使うんですよ。あ、え、2個、2個つけてこうやって寝ないと寝れない。え、息しづらくないんですか。それ寝やすかったんですよ。それが寝やすかったんですか。でダメだなと思って最近薄くしてます。あの枕ぐらいですか。あ、もうこれの 半分ぐらいになった。すいません。今はね、今は前はホテルのあの白い枕を2つ重ねて色がいい。